こんにちは、K2 です。千本桜ピアノ初級 A メロ動画の今日は2になりますね。小説でいうと1小節目と2小節目の左手とそして両手で合わす練習をしていきます。ではこの A メロの 1,2 小節ですね、一度弾いてみます。はい、では早速説明していきますね。まず左手ですね、3番と1番でレラレラと弾きます。次5番の小指でラのシャープ、そして1番の親指でファですね。はい、そして4番の薬指でド、2番でミです。はい、では1回流して弾いてみます。はい、このような感じです。ではここゆっくり3回練習してみましょう。ではいきます。はい、どうでしたかね。では右手と左手両手をですね合わす練習をしていきます。まず右手がレを弾くときに左手がレですね。そして2回目のレの時も左手はラになります。はい、ここが合いますね。はい、次いきます。はい、またレで合いますね。2回目のファの時に左手が入りますね。はい、次ですね。次も最初の右手が最初のレの時に左手がラですね。はい、2回目のレも左手が一緒に同時に弾きますね。はい、ここですね。手が2番でラの時に左手2番でミですね。はい、まあ、一回ここちょっと流して弾いてみますね。はい、ここでのポイントはですね、両手で合わすとちょっとやっぱりどうしても難しいです。ですが左手ですね、左手はもう伴奏と思ってもらって、なおかつですね、この3番の中指最初レを弾きますよね。なのでここをですね左手の、ホームポジションと思っておいてください。あとはですね、ここの手首あまり移動しません。ほとんどここにいますので、あとはもう右手ですね、メロディーを集中して弾いてもらえればうまく弾けるんじゃないかなと思います。ではゆっくり3回練習してみましょう。ではいきます。ではここまで弾けるようになったという方は次のですね動画 A メロ動画の3に進んでください。では最後にこの千本桜の前奏の1小節目からですね、今日やったこの A メロの2小節目まで両手で弾いて終わります。弾けるという人は一緒に弾いてみてください。Thank you.
では今日の千本桜ピアノ初級講座は終了になります。このチャンネルにですね、再生リストで動画の方をまとめてありますので、自分のペースに合わせて動画の方を進めてください。また評価ボタンやコメントなどもらえると嬉しいです。よかったらチャンネル登録もお願いします。ではご視聴ありがとうございました。